タはいつも良くないんです。プリクラお目目ギャンギャン可愛いやばいよね今のプリクラって。もっちゃんさん1000回目の方もありがとうございます。目撃者のフリル、とりあえず目撃者はなんかなんとかなりそうなので一旦飛ばして前半3曲やりました。あとの残りの響くらしい宇宙輝いているのに、タタタタ、これが本物なんて気づかない見過ごしてた、どうせイミテーション信じていなかった。こっちか。確かに価値ある愛の真実、トントントンバルーこれトントントンやってるの初めて知った今回。トクさん200回目の方もありがとうございます。イビツめっちゃ好きやね。じゃんよ、さ一瞬前人未到を踊ろうと思ったんだけど前人未到の曲がなぜか私マジ前人未到だけど本当に頭の中出てこないね。キックオフ見てみた、ほんと？いっぱい見て。かわいいハンちゃんに、ハンちゃんにプリクラとかの全部写真撮ったんで送ったんですよ。適当に使っていいよって言ったら、私が昨日さメールか昨日だっけメールにさちょっと体調悪いんだよねって書いたんで、多分それ見てくれたのが体調大丈夫ですかって言ってくれてる。優しいいい子だ。森ちゃんさんタコありがとうございます。古典にさあちゃん出るんだってね。ああねらしいね、びっくりしちゃった。さすがさっちゃんダンスうまいしね、歌もうまいもんね。真珠のさあれが難しいのよ感想。ヤスーさん300回目のありがとうございます。頭振ってダダダダンダンダダダダンダダ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 ダてて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 てなちゃん生誕総選しました。でもなんかさあれじゃない、リナのファンの人ってリナ結構好きだよね。一緒に結構 いるっていうのもあると思うけど、私のファンの人めっちゃリナのこと好きなイメージある。まあ別に嫌いな人はいないと思うけど、なんか剣推し、剣推しかもしくはなんかこう推し面がリナの好き面みたいな、結構上位の好き面みたいなにいるイメージあるかも。私のファンの人はリナ多いかも。姉ちゃんの目撃者いけるの羨ましくて申し込んだ。本店のただいま恋愛中言ってたね申し込んだよかったね楽しんできて。残念ながら美観、あら、まあでもね当日はりのちゃんの生誕なのでハッピーワイ変えていただけると思う。なんかいい感じに、いい感じにりの大好きみたいな、りの大好きみたいな、りのちゃん好きだよみたいなテンションで来てるハッピー着るとちょっと良くないから、もしくはりのあのペンライトからのハッピーとき
今仕事終わりお疲れい。じゃあこれに蓋回すのか。あなたは僕さ一人じめはできないなのらば分かってるけど、あなたは僕さ何の一人でいいの、こっちを見てよ。CD ジャケットの中あなたがウィンクしたよね。ちょっとわからん。覚えたとはいえやっぱさすがにちょっとまだ完全には入ってないので、動画見ながら踊れるくらいなんで、この後もう一回前半やって目撃者やってそっから中盤やね。中盤は一旦明日にしようかな。私一旦集中力切るとガチで何もできない人なので、とりあえず一旦ね。しかもこの配信はラジオ前に時間があったんでご飯も食べて落ち着いてるから一旦休憩しようと思って配信始めたんで、また夜もう一回するしね。お、なんかこれ首長く見える、見てほら、みよーん、え、首長きも。首ほつそうほつそう。タコさん投げやるの忘れてた。あらあら、ん、でも昨日じゃなくない、一昨日じゃない、 HKT の日。あ、一昨日だ、本当だ。あーってあれかと思った。あーって伸ばしてる、伸ばし棒に見えた。しゃあねえ、今日でも許してやろう。ひー、 YouTube みんな見てね、いっぱい再生回数回せー、よろしく。でもビジュは良かった、自分でさっき見たけど顔は漏れてました。ちょっと私自分の声聞きながら見るの恥ずかしいんですよ。だからこう音声ゼロにして見てましたけど、あの顔はいい感じでした。べーちゃんタコいっぱいありがとう。やよちゃんタコありがとうございます。私も投げ忘れてたんご、しゃあねえ、許そう。今日かなりむしろ、私だから今あれしてるもん、なんか送風じゃなくてなんか乾燥みたいなやつ。しゅんみさんくまありがとう。でもさ、エアコンがさ臭くてじゃ除湿、エアコン酸っぱくて匂いが、えっと思って、やばいと思って、とりあえずちょっとだけ洗濯じゃない、洗ったというかあれしました。掃除機でほこり吸い取ってちょっとフィルター拭きました。だからもうドライヤーじゃないエアコンの、あの掃除の人頼もうか迷ってる。本当に臭っ今でも臭くないの、あのちょっと掃除したから臭くはな、もう臭くないんですけど、いや鼻が慣れたとかかな、ちょっときついな。なちゃん来たーれ、おー来た、すごいね乗ったじゃん、一発ではないかもしれんけど。あ、そう、エアコンクリーニング頼もうかなって思ったけど、エアコン清掃業者確かにいない、誰かエアコン清掃業者とかやってない。4月5月が混まなくていいよ、ギリ5月よ、まだギリ5月よ。自分でやっちゃう人、いやーできない。大分のスタジアムとパークプレス歩いていける距離、ダメ、行けなくはないと思うよ、だって横だし。でもなんか
ちょっと遠くない？ダークプレイス大分からデズナックドーム、あ、ドーム、ドールになっちゃった。うん、徒歩26分やめた方がいいよ。バスとか出てないの？で、徒歩26分ならさ、たくればすぐじゃない？結構なんか多分施設っていうかあれ自体は隣なんだけど、結局その道路通っていくってなると結構こう回っていかなきゃいけないから、それが多分時間かかるんだと思う。だからたくれ26分車で26分ならたくればすぐよ多分。そう、今日さ夜ご飯さっきさちょっとしたさコーンのさトウモロコシの天ぷらみたいなの作ったの。 YouTube で簡単なやり方見つけたから。そしたらさ、なんかバカみたいに跳ねてきて、コーンのそのまあ確かに缶詰のコーンだからしゃあないんだけど、めっちゃ跳ねてパンパンみたいな。メガネ油まみれになった。さっきちょっととりあえずで洗ったよね。ちょ手に食器用洗剤つけてちょっと上に洗った。水分、まあ、多分水分一応ね切ったんですけど、公開収録ラジオです。そうね、公開収録ラジオです。でもトークショーもあるんで、タコ10個で1位やめて。いいやん、喜べよ。1位なんだから絶対喜べ。しおちゃん200回目のもありがとうございます。メッセージ送ってもいいですかね。送んな送んな、送っといないよ。もしかしたら読まれるかもしれんよ、ヨルちゃんに。ラジオ待機中、ぜひラジオ聞いてください。無事目撃できそう。あ、本当？当たった？今コアラのマジ焼きパンケーキあります。あ、ガチ？うわ、食べて。メドナック行くぞ。すげえ盛り上がってる。夜ご飯中華丼食べてる。中華丼かなかなか食べんな。麻婆丼ぐらいだな、中華で丼するの。ご機嫌やね。それご機嫌よ。カリさん、ユウさん、タコありがとうございます。あ、コンサートも今日当落なの？平日行けないで土日の目撃者に来てほしい。そうか、それはちょっと私の力量じゃどうにもならんかもな。でも一回出ちゃえば多分結構出ると思うから、これから公演、まあだからチャンスはあるだろ全然多分。まあその時を待っておくれ。コンサート外れです。あら、よろしい。ココテンはそもそも少ないんだよね今。モバイル外れたか、ファミリーマジで頼む。みんな頑張る。あ、今日じゃあモバイル選考みたいな感じ。どういうこと？モバイルの席は当落出るってこと？じゃん、かわいいグミ、 4D グミ。なんで 4D かというと 3D でデリシャスだから 4D らしいです。いろいろカメラ抱えています。よろしく。
でもこれグミ、メーカーは甘露ですね。輸入者が甘露って書いてる。原産国は中国です。まあうまいからどこでもよい。ヒロポン当選した、イエーイ。本日なめこをずっと放置しておりました。12日の目撃者で私の間違えたら何回聞けるだろうね。ジューシーラッシュ、あと3個。やっぱり私のファンの人めっちゃ当たってんじゃん、目撃者。おー、トリニータがなんか私のツイッターの話題のトレンドに入ってるわ。なぜ？味噌菌再販らしいよ皆さん。8月中旬に味噌菌が再販されるんだって。あ、待って、危ない危ない、びっくりした、動画開いちゃった。ピカキンさんの味噌菌再販のツイート見てた。ピカキンさんの動画流れそうになっちゃった。 YouTube 危ない危ない。栃木 SC は大分を応援しています。ありがとう。力雄さん、100回目の方もありがとうございます。目のクマのパッチの広告なんだそれ。私の YouTube の広告なんて脱毛しか流れないんですけど。今脱毛を契約していただくと最大で天城風呂6万円分をプレゼントします。これじゃ最後のチャンスですみたいなやつ、一生これしか流れないんだけど、どんだけリナになんかリナの毛そんなに全部なくしたいんかっていうぐらい脱毛の広告しか流れないです、私の YouTube は。本当になんか今までなんかいろいろありました。なんかでもタップルとかたまに流れるけど、なんかペアーズみたいなそっち系でも今たまーにね、それ本当に基本的にはもう全部
全部脱毛です。皆さんにこれが最後のお願いです。アマギフ6万円分をプレゼントするもの、するので夏までに全身脱毛してみませんかみたいなやつ。もう私広告出れるよ、あの広告。おじさんには目のクマ取り広告来る。そうなの、おじさんには目のクマ取り広告が来るのね。ウェブでの検索履歴とか参照してる。え、私でもログアウト状態で使ってるよ。よっぽど脱毛検索してないよ。そんな毎回毎回脱毛検索せんでも。なんかでもあれ年齢層とかじゃないの？年齢層が女性はこういう、ね、女性の何歳のぐらいはこの辺みたいな。似た視聴履歴から予測する。私が見てるのまで最近エレガント人生さんぐらいしかないんだけど、エレガント人生さん、人生さんか、あとあの飛行機のやつ飛行機の自己系のやつか、あと何見てるっけ私 YouTube。 最近 YouTube で曲聴かないもんな。か、あれですね、にちゃん面白すれとかですねのまとめとかです。それぐらいしか見てないかも。あとなんかちょっとしたゲーム実況みたいなのチャンネル見てるぐらいかな。ゆっくり実況見てる。あ、私も見てるよ。あ、でもそのゆっくり以外のを見てますけど、ゆっくりも見てます。ドカ食い気絶もしてる。言葉は知ってる、なんか動画見た気がするけど、どれが詳しい意味なのかは知らない。そこまではなちゃんと同じような動画見てる人脱毛も検索して。そうなの。レイムくん、レイムくんだっけ、マリサちゃん出てくるやつよ。あ、でもそっか、レイムとマリサか。そんなの見てる。さあ、あと約10分ぐらいでラジオですね。皆さんラジオ聞く準備はできてますか？HKT のゲームイベントとかありますか？ないですね、なかなか。 YouTube の公式かな、でエミリーさんがたまにゲーム配信たまにしてますけど、それ以外ないかも。あと2個、YouTube の格好スキップする。いらんくね。桃鉄の新作はまだ出らんのかな。今年出るって言ってたよね。つひろさん100回目の訪問ありがとうございます。ね、あれめっちゃ楽しみなのに。胸につけてクリちゃん一番可愛いと思う。絶対やめろ、そんなこと絶対言うんじゃねえ。炎上するじゃねえか。絶対言うな。なわけないでしょ。ね、ガチいつになるんだろうね。本当に楽しみなのに。
今日の晩ご飯のカニ汁カニ汁とか飲んでんのいいね、なんか豪華じゃん。羨ましいな、私なんてコーンの天ぷら作って食べたのに。まあコーンの天ぷらめっちゃうまかったけど、びっくりするぐらい美味しかったけど。あっちの広告ブロックした、今度はなんとかパスの広告、緑の何ポケモン。サロンパスのし、サロンパスの広告がまあいいんじゃない輪切りにしてあげるの、あ違う違う、コーンの缶詰あるじゃないですか、あれをマヨネーズ、水、片栗粉、小麦粉、じゃ薄力粉、まあ小麦粉と薄力粉は同じようなもんなんですけど、あとなんだっけ、あそうちょっと塩コショウを入れてもう全部混ぜるんですよ、まあ水切りちゃんとしてね。でそれをフライパンに、まあちょっと多めぐらい、普通に焼くより多め、ちょっとじゃないな、少し揚げ焼きぐらいの量の油入れてこうスプーンですくってそこで焼いてひっくり返してみたいなやつ。フレアちゃんの目撃者楽しみ、あ来るの、そう美味しかったよ、できたら塩パラパラってかけて食べるとめっちゃ美味しかった、結構ハマりそう。分量めっちゃあれだったし、 YouTube で調べるとできるよ多分。簡単簡単コーンの天ぷらとか調べたらできそうじゃない、ちょっと待ってよ、ショートなんだけど、かき揚げか、コーン缶天ぷらって調べたいの、ちょっと待ってよ、コーン缶天ぷら、あコーン缶天ぷらで調べたら多分一番最初に出てくるショートのやつかな、全ての中でもショートの中でも今のところ一番上に出てくるのが私が今日作ったレシピ。かっちゃんでるんです、かっちゃんっていう方の、この人たまに見てるんだよね、美味しいよこれ、当たったら行きます、今日当落出てるよ多分、目撃者破裂しないですか、破裂しましたよ何回か、なんかできてる、ちょっと待って、なんかプツプツなってる、なんかプツプツなってるんだけど、何これ、もう何だろう、全然見えんし、 何このよくわからん角度、ムカつく、一番見づらい角度やんけ、あなんか別に特に何もなさそうやけどプツプツなってるな、コーン缶7分ぐらいに、いや油こんなとこには跳ねてないと思うけどな、たまにこういうのなんかできるくない、気づいたらなんかあれプツプツだみたいなやつ、あなたはポップスター一人じめはできない、みんなのラバー分かってるけど、あなたはポップスター番号一人でいいの、こっちを見てよ、 CT チェケットの中あなたがウィンクしたようで、てんてこちゃんタコ10個ありがとう。そうだ、あのさ、私ねグレイルでね夏のレッスン着を、お返事が来た、そうグレイルで夏のレッスン着のセットアップのやつは買おうと思って、そしたらショート丈パーカー×キャミ×ワイドパンツ裏毛セットアップって書いてて、そうこれえ
キャミソールとかショート丈の半袖パーカーなのにズボンは裏起毛なのとか思って、でもなんでこっち、あ、これ読んだか。そうでもなんかこれの半袖バージョンなんですけど、長袖バージョンは裏起毛だったんですよ、ズボンだけ。だからこの半袖のやつはどうなんだと思って今日問い合わせをしたの、どう思うってみんなに聞こうと思ったの。そしたらちょうど問い合わせの返事来たわ上記商品名にもございます、裏もこれなんていうのこれでございますが、こちら裏起毛ではございませんって言って、なんかこう裏起毛とさ裏毛、何これ読み方が分かんないんだけど、これの違いをしっかり書かれてる気まずい、ごめんね、グレイルさんすいません。ほんとハラッパールさん100回目のもありがとうございます。しっかり書かれてる、裏起毛は裏地の権威を一つずつ毛羽立つと、ごしふわふわとした温かい素材をイメージされると存じます。裏毛はパイル状に編み込んだものでタオル生地のようなループが特徴で、生地の厚みを抑えられるため重ね着をしてもごわつきにくい素材となっております。めっちゃ丁寧なんだけど、もう私グレイル大事にするわこれから、めちゃくちゃすごい気まずい。でもありがとう、すごい丁寧にすごい丁寧にやってくれてる、ほんと申し訳ねえ。てっちゃんさんタコありがとうございます。裏毛なんて聞かないじゃん、裏毛か裏毛かわかんないけどさ、聞かないじゃんそんな言葉さ、裏起毛ぐらいしか。顔3色あるうちの2色買おうと思ったけど、もう全色買っちゃおうかな、こんな なんかガチな返答してくれたなら。優しいなグレイル、これからもいっぱい買っていくよグレイル、ありがとう。他にも尋ねる人絶対いるんだろうね、本当に申し訳ないわそう考えると。でも私もね一応ね、こあれする前にめっちゃ調べた、最近って TikTok とかにも載ってるから、やばいランキングもなきゃ、 TikTok とかにもよくこう着てみた感想とか載ってるし、 Twitter とかにも載ってるし、なんならインスタとかにも載ってるから、全部調べたけど誰も書いてなかったの。そうなんなら TikTok のコメント欄に着てる人がいて、そのコメント欄にズボンは裏起毛ですかって書いてる人がいたけど、それに返事してなかったから分かんなかったの。ファミリー枠でヒロイル飛んできた、おめでとう。とりあえずランキング読みます。13位ケロックニさんありがとうございます。12位ユリカさんありがとうございます。11位ネムタイさんありがとうございます。10位ヨコピーさんありがとうございます。9位中堅ハチコさんありがとうございます。8位シュンシュンさんありがとうございます。7位クロベイさんありがとうございます。6位スミさんありがとうございます。5位フミくんさんありがとうございます。4位ジシノクさんありがとうございます。お変わった。3位テンタコちゃんありがとうございます。にはるかさんありがとうございます。ちべちゃんありがとうございます。ごめんちょっとこの後ラジオが始まるので時間がないのですいません。ランキング入ってなそうな人誰だ。4位がシュウミさんになったかな。とりあえずこの後一応やる予定ですけど、私が疲れ果てて寝てなければ。キャロックニさんタコありがとうございます。スマートさん200回目の方もありがとうございます。アジシノクさんタコありがとうございます。ということでこの後ラジオを聞いてください。実況しない、聞いてほしいからラジオの方よろしく。バイバーイ。